では両チームのメンバーをご紹介いたします。栃木は一応 3-4-2-1 というふうに予想しておきますが、これは試合になってみないと分かりません。ゴールキーパー川田、鈴木、大谷、大森、八千田、神戸、黒崎、福森、森、大島、矢野という11人が3バックなのか、あるいは4バックもあり得るのかというところです。そして新潟、ゴールキーパー小島、藤原、トーマス、デン、田上、堀米、ボランチも2人変わりまして、島田と秋山が組みます。前は島袋和義、それから小見が入りました。で、伊藤がトップ下、高木義明の位置に入って、トップに鈴木浩二がいるということになりそうです。 4-2-3-1 です。ここは向き直れればですが、鈴木浩二から外に出して島袋和義が入っています。向こう側ヘディングシュート、小見でした。少し枠の外、今鈴木浩二からいい形でしたね。そうですね。八千田にかなり厳しいディフェンス、いいディフェンスになりました。伊藤亮太郎、そこから奪って鈴木は一旦時間を作ります。そしてここに通した、ふわっと浮かせて鈴木コーチ飛び込んでくるが、ゴールキックになります。今度は森が追っていますが、こぼれ球は矢野、秋山が行っていますが、ここは神戸に出ます。縦に通す、神戸打ってきた。最初に枠の中に飛んだシュートです。コーナーキックになります。まあ、先ほどは、ね、コンビネーションからシュートまでいけなかったですけど、次は、ね、しっかりとシュートで攻撃を終わらせることができましたよね。変化をつける、下げてディフェンス散らして、ツーの目が入ってきた。最後鈴木海斗には合いませんでした。矢野ターゲット、その向こう側から大森、どうする、ふわっと浮かせる、向こう側ヘディングシュート、上でした。あ、オフサイドあった、オフサイドありました。ただトーマス殿回収、もう一回チャンスになるか。島袋和義がボールを求めている、逆に行った、逆に鈴木浩二、鈴木浩二打てればだ。新潟先制点、ワンチャンスで点を取りました。40分、押し込まれていた新潟がシンプルに点を取りました。まあ、ここね、切り替わったところで、まあ、栃木がもう一度ボールを失った時に、まあ、伊藤選手ね、しっかり落ち着いて鈴木選手の動き見てましたし、まあ、ここはもうシュートを褒めるしかないですけどね。前半あと1分半です。ここは狭いところよく開けてきたんですが、お、秋山のディフェンス、今2対4という状況です。秋山そのまま行くか、そして流して小見のシュートだー。また小見が駆け込んできて決定的なチャンスでした。八千田から前へ、矢野追いつく、逆側に大島と黒崎上がってきている。矢野から流して、大島、そして西田優輝、もう一度鈴木海斗が作るか。矢野は動き出しの準備をしている。その向こう側から福森も来ていますが、八千田、狭いところ、狭いところ打ってきた。コーナーキックです。この狭い中をスルスルっといってね、シュートまで行ったシーンでしたね。小島もよく飛びました。まあ、それだけね、栃木の方がスペースを与えないようなしっかり守備ができていることだと思いますけど、ここで裏出た伊藤、そして小見、中に切り込んで打ってきた。また川田のビッグセーブです。また決定的なチャンスでした。
栃木の方はサイドを広く取ってますから、まあ、そこのサイドバックのもう一つ大外ですよね、まあ、そこに張ってる選手いますから、そこを使えるといいんですけどね。これで裏に出た新潟ゴール前2人、矢村入ってる、後ろから打ってきた、新潟追加点、貴重な追加点が入りました。藤原3試合連続ゴール、86分、これが新潟のサイドバックの真骨頂です。いつの間にか中に現れて神出鬼没でトップスピードでシュートを打つ、その藤原の魅力、まあ、何よりこのシュートがうまいですよねゴールに、ね、パスをするような丁寧なシュートでしたね。大森八千田、試合終了、2対0、アルビレックス新潟、栃木 SC に完勝、暫定で首位に浮上しました。4試合ぶりの白星。